ありがとうございます。ということでバースデーライブ3日目も残すところあと2曲になりました。皆さんの思い出が残っている曲はありましたか？はい、私はまだ乃木坂に入って1年半というまだまだ短い時間しか経っていないのですが、このバースデーライブでたくさんの曲に参加させていただいて、それで乃木坂の歴史をたくさん感じることができたと同時に、これからは先輩方が築き上げてきてくださったものをしっかりと受け継いでいけるようにもっともっと努力を重ねたいなと思いました。あと残り2曲なんですが、続いての曲は乃木坂にとってもとっても大事な曲なので精一杯パフォーマンスがしたいです。皆さんもぜひ一緒に歌ってください。それでは聴いてください。帰り道は遠回りしたくなる。
ありがとうございます。演奏は、乃木坂バンドの皆さん、そしてコーラスは名古屋スクールオブミュージックの皆さんでした。もう一度大きな拍手をお願いします。バースデーライブ3日目が無事に今日も楽しく終わろうとしていますが、残りあと1日となりました。明日最後の1日まで皆さんと最高のバースデーを迎えることを楽しみにしております。それではまた皆さんに会えるのを楽しみにしています。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。